さあやっていきましょう。レニオ15って第6話ですね。この最初のページのところにスミレのスタンプが押してあることの不穏さ。あ、あら、はあ、なるほどね。へえ。さあ、うわ、え、変わった？変わってないね。多分変わってないね。オープニングが、あれでも、いや、わからんな。かやまとさ、かえでさんいたかな最初の方で。これ違うくない？じゃあわからんね。はい、ということでディスク2ですね。ディスク2からの再開ですけども、こんな感じだったかな。歌っていこう。いや、歌わずにいこう。聞いていこう。多分だけど、声がね、歌ってたのがすみれくんじゃないか、さくらじゃないんじゃないかなというようなことを声を聞きながら思ったんですが、いや、どうなんでしょうかね。わかんないですね。2週間で3回、まあまあ登板、まあまあ先発としてはまあまあ登板してるね。国旗会なんで怖くないもんね、レニー。なんかいきなりまったり始まったけど、緊迫してるのにまったり始まってる。さあ、ちょっとね、動画の入りの部分がごたごたして始まっちゃった。今のアニメ見た？ちゃんとしっかり。すごいよね。すごいよね。かっこいいもん。時代が。20年ぐらい前だけど、桜大戦の2なんて。あ、何ですか？何でしょうか？レニが。看板に。はぁ。戦闘マシーンのレニが。思い過ごしでしょうね。現場で戦っている大神の目に狂いはないだろう。桜大戦2っていうソフトは桜大戦シリーズの中で一番販売本数が多いらしいよね、というふうなコピペを見た。うん、レニオ重要だ。一番人気があったのは桜大戦2なのかって言われたら、いや、どうだろうなって思うけど、自分もサターンを持った時には桜大戦2から買ったね。なんで通貨だったのかちょっと分かんなかった。なんかなんとなくだな。レニちゃん。レニちゃんねえわ。アイリスちゃん。幸せな青い小鳥。ああ、舞台で練習中。音大丈夫って今思ったけど、別に BGM と、ボリュームの音量変えれないんだった。アイリスの演技過剰だよ、なんか。仕方ないよ。でもそれに比べてこのレニの演技、今年も来るんだってさ。あらあら、サンタ、サンタが差別している上流階級と下級国民を、上級国民と下級国民を差別している。森の戦い、森で一つ突き。そこの子供たち、ここを通ることはこの森
の王、森なのか王なのか、森友哉なのか王貞治なのか。いや今だったらワンボーロンかもしれない。僕の後ろに隠れておいで。おいで。さあ、かかってこい。僕がこのナイフでやっつけてやるぞ。やる気ねえな。もうちょっとこう、もっとこう、ガンといった方がいいな。妹のために戦うじゃいかんのか。僕はミチルを守る。僕は。あ、ボタン押すと早かった。僕は。僕は僕のサンドロックが。あ、声優の人が同じかどうかは分かんない。オリカサアイだっけ。サンドロックのパイロットカトルの方は右頬が赤くなってますよ。もう一度。どうしたの。レニーレテレレレレみたいな曲、なんか覚えがあるけど、これ何の曲。それじゃもう一度同じところからやってみましょう。はい。いやほんまにリアルに、あら、レニもやっぱり人間なのですねリアルに20年ぐらいやってないゲームだぞ。リアルにレニがミスするなんて。なんかそんなゲームでさ、このBGM 聞いたことあるような覚えがするって、どんな脳してんだろうな。どんな人間の脳ってしてんだろうな。だからだから、この後出てくるシーンとかでも完全にやったのは20年前ぐらいだけど、でもなんかもしかしたら脳のどこかに記憶が残ってて引き出したりできたりするの。人間の脳ってすげえな。すげえけどよくわかんねえなったんだな。例えばこのレニの敵とかは完全に思い出せない。レニのこの第5話の敵が誰だったかなんて完全に思い出せないもんな。うん、シナリオも特に覚えがない。何のために戦うんだレニ少年よ。何のためにこのセリフとかよくわからんのに、いや覚えゼロなのに、なんか多分そんなこと言うような気がしたみたいな。いや今のは予想できたな。僕はレニ集中できない。どうしたどうしたレニ。ごめん。シンプルな服かと思いきや、ここの襟元がおしゃれ。仕方ないわね、おしゃれにしばらく休憩しましょう。なりたいピーナッツくん、おしゃれに。どうしたのレニー。レニー、さっきからおかしいよ。なんか言おうとしたことがあったら気がする。なんだろうな。このね、桜大戦の実況やってるけどね、ほんと伸びないな。役が雲をつかむような感じで実況してる。やる意味あんのかとかと思いながら。役が降りてきない。イーシャンテン、いや知らん。イーシャンテンってなんだ。ごめん。ラオユ、ハイテハイテラオユエ。役がイペコ、イペコ、あ、サンコ、レニー、リシャン解放。役がレニが変です。壊れたのかもしれません。オリヒエはいつも明るいな。あらら、行っちまったぜ。しょうがねえな。しょうがねえな。レニがあの調子ではお稽古どころじゃありませんわね。めっちゃ落ち着いてるけど、あなた10代ですよ。あなたまだ10代ですよ、スミレスさん。少し話をしてみるか。今頃は部屋に戻ってるかもしれん。ここで即部屋に行かない大神なんだろうな、きっとな。多分マップを歩けるようになる。まあ20分ぐらいでね、動画を終わらせていくつもりなので、いつもいつも。いつもいつもそんなことを考えながら。てれれれってって。誰もいないなんてことがあんのかよ。今、まさにその舞台をさ、
練習しててその後でもう誰もいないなんてことが、香山もいない。あれ誰あなた。はじめまして、こんにちは。素人か。大神一郎さんですか。いやあなたちょっと素人感がすごいけど、野々村なんたらよ。私今日からここの売店で働かせてもらうことになった。素人さんが紛れ込んでる。野々村つぼみ15歳。あ、憧れの帝劇の売店で働くことができるなんて。めっちゃあの素人声みたいな声をしてたのはもう全然脳裏に。あ、そうか、椿ちゃんがいないから。そうです、スマイルスマイルで頑張ります。誰だよあんた。これからよろしくお願いします。あ、はい、一緒に頑張ろう。後半に行きます。乗せられないよあなた。すごい声してるよ、はい、浮いてるよこの世界に。しょっちゅう失敗するんですけど。そうか、スマイルスマイル一生懸命頑張ります。本田翼ぐらいあの素人感出てるよ君。本田翼ほど。はいはい、分かってます。君の想像通りだねって言いそうだな。乙女学園から推薦されてきたんです。誰なんだよあんた。どこの馬の骨だ、つばみ出せこの素人。桜大戦というワールドに入り込んできたこの素人をつまみ出せ。あ、そうでした、私事務局に呼ばれてたんです。ジブリの声優か何かかよ。時間過ぎてます、急がないと間に合いません、これで失礼します。素人が紛れ込んでるぞ桜大戦の世界に。ちょっとこいつをつまみ出せ。警備員の人、すいません、このあのおかしな、おかしな頭のおかしな素人の人が入り込んでるから、あと警備員の人、あのこのあの人出し連れ出して、とりあえず売店でブロマイドを買うっていう仕事をしないと。おっと、でーんでーれれってってれれってバラ組じゃないですか。愛と美の秘密部隊バラ組よ。私は隊長のことね。私は音、ダメだこれね。コネが出ね。音彦、音彦であった。菊之丞、あたしっていうのは主語。部屋に、台風、ほー。あ、そう。5時半ごろ非常品の買い出しに。へえ、そうなんですか。屋根行って、レニーが部屋にいるかもしれねえっつってんのに、もううろ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 してるね。うろ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 しながら、まあ、5時半にとりあえずあれでしょ、まずバイトでブロマイ、売店でブロマイドを買う。ほう、いや椿ちゃんがいねえ。何が気に食わないって、その変な、そのいかにもアニメキャラみたいなこの丸いやつ、これが、これがちょっと受け付けないですね。15歳って年齢を差し引いたとしてもちょっと魅力とはならない。今回レニの話とレニのブロマイドを買っていきます。あれあれ、ピックアップはできないの。あ、レニはもう買ってるの。あれ、いつの間に昔の第何話とかは見、もうつぼみと話すつもりはね、つぼみと話すつもりは全然ないね。だってだってあの見た目だぜ。あっと、ここで誰かと出会う。すごい、 あれアイリス、どうしたアイリス、そんな顔をして。はい、男大神、黙って頭を撫でてやる。アイリス、なでなでなで、まあ、ガキンチョにだからこそできるあれだよな。うん、テンテラリラリラリン。中庭に行く。ほう、これは
後中庭まで行った方がいいのか、まあ、とりあえず屋上屋根裏まで行くつもり、屋根裏まで行ってみて、なんかカンナの手伝いができるかもしれないの で屋根裏屋根裏部屋行ったら多分時間が程よい時間になってるから、マリアの買い出しに手伝って、さすがに頼もう何か失礼なことを言おうとしてたぞ。まあそうだろうね、沖縄も台風なんて。手伝ってくれねえか。おお、よし手伝うよ。おお、手伝うじゃないか。なんかもしかしてゲームか。嫌な予感が。今回のパートこれで終わりそうだな。おお、足の速い値と高く飛べる体調、落ちないように早く行こうぜ。遅く行きます。 A と B だけだな。1分20秒で、どっち、あ、取れない。これ難しいぞ。よし来た。早っ反応性が悪い。頼むぜ。おい、あ、二段ジャンプ。ほう、よし来た。ここは多分ダーっていけるんでしょう。難しいっす。あ、上行けた？行けねえよ、あんなところ。おお。まあまあ面白いわ。ただちょっと反応が遅い。これはゲームのせいじゃないかもしれんね。録画しながらやってるからかもしれない。ゴー、ギリギリ、ギリ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 。時間のボーナスは少ないが鍵は51。あ、ゴールしただけでも。今の音が何だった。まあ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 、まあ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 、ほのかに上に乗っとる。はい、まあほどほどにね。このあと速攻風呂場に行ったらカンナの着替えが見れるんじゃないかなみたいな気がするけど、どうする、どう思う、行きたいですか皆さん。行きたいですかね。1回だけ行けそうな気がするね。行ってみても何もないみたいな。ある。おお、バラ組の部屋ができてる。あ、いないじゃん。あー残念、当てが外れた。何の当てだ。バラ組に行くメリットあるかな。とりあえずマリアの買い出しに行こう。手伝おう。20分、もうちょっとだな。もうちょい玄関まで行ってみる。マリア、買い出し、マリア。あれ？当て外れてない？あ、やば。やばー。じゃ、レニーじゃねえわ。アイリスが中庭にいるっていう噂を聞きつけて。中庭に。あれ？アイリスがいるぞ。おーい、アイリス。おーい。アイリスー。わ、
知ってるでしょ、大神一郎で誰に関係あることだった、間違えた、やっちゃった、今分かったのに。花丸失敗してるな今回。バラバラ、まあとりあえずもうレに行っちゃうか、レに行った後動けるかもしれんしね。あとバラ組を見てこよう。レの部屋どこ、これ、荒れてるね、綾波レイみたいな部屋してんね。長かったらちょっと困るよ、短めに頼む。あんまり長いとね、動画の再生時間の問題もあるから。ごめんよ、押しかけちゃって。たださっきの稽古は気になったんだ。体調でも悪いのかい、レイ。体調、いきなり喋らないでびっくりするから。これサムネに使おう、今回のサムネです。僕は、僕は何のために戦ってるの。さあ、金のためじゃないか。僕は確かにね、外国のさ、自分が何のために戦ってるのかわからなくなった。外国の人がさ、わざわざ帝域を守る必要ないもんな、帝都を守る必要ないよな。隊長、それこそ大神は何のためだ。あ、だった。バカな選択肢選んじまったな。バカだ、バカが、バカがおる。あー、ふざけてしまった。出てって。やっちまったぜ。もう休むから。何言ってんだ俺はって感じだった。体調失格のランクインをまた1に引き続きまた受けてしまう。これではこのまでは。確かにね、レイヤー何のために戦ってんだろうね。隊長は、大神はどちらかって言ってなんか正義のために戦ってそうなところがあるよな。正義のために。でも正義って何なんだろうな。このギターの音色は